今回は日本和装東京局卒業生の宮川智子さんがウィッグ体験をします。宮川智子と申します。昨年の、秋から、日本和装さんで粕谷先生に着付けを教えていただいて、着物はやっと着れるようになったんですけれども、髪が長いもので処理に困っていまして、ウィッグのお話を、お伺いしてぜひ体験したいと思って、今日は、お受けさせていただきました。まずは洋服姿でのフルウィッグ体験をしていただきます。まずさて今日はどんな仕上がりになるのか楽しみですね。お出かけするときに解説は株式会社ソシエワールドの高見さんです。和装用に残してあるからちょっと軽快なスタイルを試してみましょうか。髪の毛をしまうのにネットをつけます。一旦首まで落としましたら一気に浮かむ。ちょっとだけ失礼します。頭の形を形成していきます。その時に長い髪の毛の方はちょっと揺すって一箇所に固まらないように、最後に生え際が少し見えるぐらいまでネットを収めます。まずお顔の前合わせ、ここにもみあげのところがあるので、これをちょっとお顔に沿わせます。で後ろトップがちょっと高い方がお似合いになると思うので、ちょっとトップの高さをキープしたいときはミストを使って、でご自身でもスタイリングしやすいように合わせていくので、自分に合うようにスタイリングしやすいように、私どもが最終的にカールとかカットとかでお客様の合うラインに整えていきます。こういう感じで仕上げられるので、もう自分の髪の毛巻かなくてもたまにこれね変身できます。ロングからショートへの華麗な変身、とってもお似合いです。次に着物姿の部分ウィッグです。アップスタイルからしますね。でご自身の髪の毛だと結構長いので下準備が普段アップで必要になりますよね。前髪の以外の髪の毛を一旦ポニーテールでまとめてしまいます。このブリリアンツウィッグのいいところは地毛が傷まないっていうことと、自分の髪の毛を逆毛立てなくて済むっていうことと、あともう一個がスプレーとかを髪の毛にあんまり使わないのであとも楽ですね。まずは自分の髪の毛を高い位置でポニーテールにします。まず前側に1箇所ストップ、でサイドにもう1箇所2箇所で、ここで3箇所止めます。で後ろにもう1箇所で、サイドの位置が決まったらここで仮止めをしていきます。ご自身の前髪の高さと作るのにちょっとスプレーをしていきます。でウィッグもスプレーをつけても洗うことができるので大丈夫です。一緒にあとは自然に飾り付けて、美容院で行った感じのアップがこう自然に、ウィッグがあると自分の髪の毛がちょっと手強い人でも簡単にアップができます。で自分の髪の毛と合わせるので色も境目がなく綺麗に、いかがですか。痛くないですね。動いても大丈夫です。最後に着物姿のフルウィッグに挑戦します。装着する時も一回ロングの人はポニーテールにしていただいて、ボブとかショートの人は私みたいにそのまま装着してもらって、ネットにこういうふうにちょっと一箇所留める部分があるので、これが前に来るとちょっとおでこに跡がついたりするので、これを後ろ側に持ってきます。でお顔の方に失礼します。一回首まで下ろします。そうしましたら首周りとか耳周りの遅れ毛を全部しまいたいので、そのまま失礼します。でお耳とか全部かぶってるんですけど、これ後 で一旦ここのポニーテールを外します。お顔が小さい人結構ネットがずれてきやすいので、大丈夫な人は慣れでしたらいいんですけど、一回
レッドがずれないようにピンを下向きで留めてきます。ウィッグを装着するときにトップにボリュームだ、ここがない人が出した人はちょっと上目でいいんですけど、頭の形がいい人はそこまでは必要ないので、いらないところに平坦に留めていきます。お耳のところと顔周りを後ろに引いてあげて、生え際がギリギリのところ、お耳のところ、お耳を出してあげます。古い子の場合は前にこうストッパーが1個ついてるんです。これ最初につけないで、そのままここのもみあげのところを持って前から合わせていきます。で、前の位置は後で合わせるので、まず最初お顔に沿わせます。そしたら後ろに引っ張ってもらって、後ろに髪の毛のところをしまって入れてきます。で、後ろが襟足のところで引っ張って伸ばして、それから前のところも一回合わせてきます。きつくないですか？頭ちっちゃいので、頭小さい人だと後ろにアジャスターがあるので、ここでまた合わせます。で、ロングの人の場合は髪の量がここに入っているので、だいたい M サイズでジャストになると思います、そうですね、お顔周りここピッチリになります。で、ここからスタイリングをしていく、前髪のまず位置から合わせてきますね。で、フルウィッグもご自身のこうお顔の眉毛の位置とか人によって違うので、前髪の長さとかサイドとか全体の長さですね、ご自身に合わせて、あとカットもしてきます。あとカールの具合もいろいろ合わせることができます。で、お顔が小さいので、お顔周りもちょっと軽くと、ここがちょっと重たいのでもう少し切ってきます。まるで自分の髪の毛切られてるみたいな、なんかこれでショートカットの気分も味わえますこれでカットは終了になります。ウィッグの方つけてきます。で、こちら頭皮の方が自然に見えるように、ここのところに地肌ネットを使っています。上から見えた時に自然に見えます。で、お顔のところまず合わせます。そしたら後ろまで引っ張って、で、お耳のところをフェースラインにまず沿わせます。痛くないですか？ここをぴったり合わせるとお顔周りがフィットします。で、あとおでこの位置はちょっとね、指1本分ぐらい、おでこの広さにもよるんですけど、ちょっと奥行きがあった方が自然に上がります。あんまりギリギリにつけると前髪がペタンとしてしまう。で、後ろはジャストに合わせます。ちょうどここが安定するように。この一個長さもすごいちょうど良さそうです。お顔が小さいので、ロングからショートへとってもお似合いです。ここのトップのラインから後ろのラインまでもすごく綺麗にいいです。丸みがあって自然ですね。上から見ても分け目が自然、つむじも綺麗ですね。宮川さんにウィッグ体験の感想をお聞きしました。今日ウィッグの体験をさせていただいて、とても簡単につけられて、自分に合わせて長さも調節していただいたりして、すごく良かったなと思います。で、これであれば自分で着物を着た時にすごく気軽にウィッグをつけて外出ができると思いました。ショートカットにしていただいたので、すごく雰囲気も変わって、気分的にも変わりまして、すごく楽しみました。ありがとうございました。皆さんいかがでしたか？宮川さん、どれもとても似合いでしたね。皆さんもぜひブリリアンツウィッグをお試しください。